確実に強くなってる。あんたには感謝してるぜ。ふん、そうか。しかし貴様がわずかに強くなった程度では戦いには勝てん。天の時、地の理、人の和、これを揃えて初めて最強のファイターたりうるのだなあ、ヒーローよ。そんなことに興味はない。この戦いで問われるのは地の理よ。今地の理は我らにあるが、この状況で拠点を失うようでは勝つことは難しくなろう。お前の戦術論を聞く気はない。任務を開始する。待てよ、一人で突っ込んでも何もできずに自滅するだけだ。お前にはできない。俺にはできる。なんだと。おい。まあ好きにさせておけばよい。天の時は地の理にしかず、地の理は人の輪にしかずと言われておる。あやつ一人でどこまでやれるか見せてもらうとするか。力があってこそ全てを制するんだ。戦いとは鬼道なり。策なく己が勢いのまま戦うは敗れる兆しなり。ヒーロー、貴様の戦い見せてもらおう。任務開始する。おい、あいつを援護しないつもりか。あの力押しや囲まれたら終わりだぞ。ならば貴様も自分の力を示してみせろ。もちろん敵の侵入経路は決まっている。そこか。モビルスーツ隊はよく考えて配置しろ。ここは敵地だ。奪った重要拠点は何としても守り抜く。そこか。首都の宿泊に追いかけること。ムジムジした戦艦だ。これが戦争だろうが。無理やり戦いを仕掛けようだなんて野蛮人のすることですよ。ジェリド、戦場ではビビるなよ。ほら、落ちろ。やつもガンダムタイプか。それが戦争だろうが。援護しますよ。やられてしまっては元も子もない。落ちろ。そっか。ほら、任務遂行に問題はない。そこか。ここであったが100年抜けね。落ちろ。そこか。ほら、ここであったが100年抜けね。俺がチタンズだと知ってちょっかいをかけてきた。そんなことで。無理はすれば死ぬことになる。
ということはない。こんな中心部に直接仕掛けるなんて、機関車あまりに無謀な。わざわざやられに来るとはね。意表をついたつもりかい。任務遂行に障害発生。まずい。出てきたな、ガンダムマーク2。パイロットはエマ注意。ジェリド注意。強い。これがあのジェリドなの？時代は変わったんだ。オールドタイプは失せろ。そこか。ここでやったが100年目ってね。落ちろ。開ける。負ける戦いだな。落ちろ。落ちろ。邪魔しやがって。この程度で。やば、もう外か。俺が戦争だろうが。ここでやったが100年目ってね。外か。
程度じゃ落ちやしないぜ。そこか、そのことでここであったが100年目ってね。落ちろ、あっあっ、戦場ではビビるなよ。どうれ、このわしも腕鳴らしと行こうか。あっ、そこか、随分強引に攻め込んできたもんだ。ビッグディアス、出るぞ。そこか、このわしの目はごまかせんぞ。貴様らの企みなど踏みつぶしてくれるわ。俺が戦争だろうが。これより援護部隊を降下させる。先行部隊は降下できる場所を確保してくれ。落ちろ、そこか、されたな。そこか、あの敵ただものじゃないぞ、気をつけろ。そこか、敵増援を撃ち落とせ。降下する隙を与えるな。敵の進入を止めるのだ。安全な場所から動かず他人任せとは、それでよく軍人など務まるものよ。あんな敵と戦ってこれなのか。ここであったが100年目ってね。落ちろ、そこか、落ちろ、邪魔しやがって。この程度でおごるでないぞ。グズグズするな、バカ者が。了解だ。無人に隙があるから撃ち落とせないんだ。敵補給艦の航路に先回りしろ。落ちろ。私もまだ戦える。あんたの好きにはさせない。ここか、よくも戻ってきたものだ。こんな子供が戦場に。出会ったが100年目ってね。そこか、落ちろ、邪魔しやがって。この程度で。ジェリド、戦
戦場ではビビるなよ。降下部隊はモビルスーツに搭乗しろ。降りるチャンスは逃すなよ。これが戦争だろうが。まぐれあたりだ。落ちろ。敵も手強い。苦しいな。そこか。俺はこんなことで満足する男じゃない。ここで会ったのは100年目くせ。そこか。落ちろ。そこか。落ちろ。そこか。少しは骨があるようだな。落ちろ。そこか。そこか。そこか。落ちろ。落ちろ。ここで会ったが100年目ってね。落ちろ。そこか。降下部隊はモビルスーツに搭乗しろ。降りるチャンスは逃すなよ。そこか。敵の進軍を止めるのだ。落ちろ。敵は司令官に恵まれていないようだ。そこか。奇襲で孤立しては長くは持つまい。だが油断はできない。手分けして当たるぞ、シャ。そこか。戦争だろうが。落ちろ。ジェリド、戦場ではビビるなよ。まだ片付かないのか。敵を近づけるな。ほら、そこか。そこか。ようやく骨のありそうな奴が来よったわ。落ちろ。ほら、落ちろ。そこか。ほら、邪魔しやがって。やらせはせんよ。何、バカな。これが戦争だろうが。そこか。そこか。なかなかの腕前だな。このままでは。
チャンスは逃すなよ。ここであったが100年目ってね。そこか。そんなことで。そこか。力のないものは死あるのみだ。これが戦争だろうが。
ちろん。よし、よくやってくれた。もちろん。俺がチターンズだと知ってちょっかいをかけてきたんだ。もちろん。隊長、すいません、離脱します。ここで会ったが100年目ってね。もちろん。ここで打ち止めだ。健闘を祈る。ここで会ったが100年目ってね。もちろん。ここで会ったが100年目ってね。このままで終わらせるつもりはないんだよ。あら、ここか。こちら。赤者がこの程度でおごるでないぞ。俺が先頭だろうが。そこか。そこか。これが戦争だろうが。もちろん。もちろん。あら、もちろん。俺はこんなことで満足する男じゃない。そこか。もちろん。もちろん。そこか。この程度戦とは言えんわ。ここで会ったが100年目ってね。もちろん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 。そこか。そこか。これが戦争だろうが。もちろん。その腕でよくも俺に挑んだもんだ。あら、あら、そこか。力のないものは死あるのみだ。もちろん。もちろん。また一歩先を行かれてる。もちろん。俺が戦争だろうが。もちろん。バカ者が、この程度でおごるでないぞ。もちろん。
ここであったが100年目ってね。落ちろ。そこか。俺がチターンズだと知ってちょっかいをかけてきたのだ。そこか。ここであったが100年目ってね。落ちろ。あら。そこか。これが戦争だろうが。落ちろ。こしゃくだ。この足を追い詰めるか。そんな無様な戦い、離脱する。しかし、一体どういうことなんだ。連中は戦法も未熟なら、戦い方もまるで素人だ。なかなかの戦いぶりであった。己の役目を果たしたようだな。役目かどうか知らんが、作戦に従うだけでは強くなれないからな。それでよい。常に己のなすべきことを考えるのだ。